こんばんは。こんばんは。今日は小松達夫さんにいろいろとちょっとまた聞きたいんですけど、はい、さあ今日はどんな話題が。今日はね、タオさんもそうだと思うんですけども、はいはい、我々の頃はよく怪我したら、自分でいろんなとこ探して外でね、行ったじゃない。トレーナーじゃなくてね、そういういろんなとこ行きましたね、うん、自分のお金ね、使って、今の選手っていうのはあんまり行かないんですよね。もうあの球団のトレーナーに見てもらうだけ。これな、まあ、まず病院行くでしょ。病院、あ、もうすぐ病院行きますもんね。で、前日、3週間とか、3週間じゃない、動かしたとか、その通りやるじゃないですか。あ、はいはいはい。我々の時はもう1日ね、1日でも早く出たい、出たいから、もう1日やって、あ、昨日いいなとか、そういう感じやったじゃないですか。そうでした。いろんなとこ行ってね、あの子たちはね、やらないし、やったらなかなか治ってこないでしょ。でも肘ゲーム中に1回ビチッとやってね、それでも1ヶ月で直しましたからね。だから今は、まあ言ったらあのかなり条件は我々の頃より良くなってるじゃん。良くなって、まあ今お金いっぱいもらってますから、ね、もらってるね。我々の時はね、もう安いから一軍にいなきゃお金にならないっていうことでね。そうそう、まあ、人によっては複数年で契約してもらえたり、そういうこともあるから、あるいはなんかちょっとのんびりしてる部分は感じる、ね、本当に、ま、自分も怪我が多かったんですけども、はいはい、内転筋がな長かったからね。いろんなとこ行ったんですけども、まあ、その中で一番やっぱ思い出になるのはね、自分じゃないんですけども、自分もそこ行ったことあるんですけども、近藤慎一。近藤、ご存知ですね。あの高校ででね、はい、1年目であの巨人にノーヒットノーランしたな、そうでした、これもちゃんと近藤慎一にあの OK もらってきましたから、もう本人にもう話すよと承諾を得て、はい、じゃあもうね、何出してください。どんな話ですか。あのね、自分も東京の竹の塚にその治療院があったんですけど、すごいその整体の先生なんですよ。だんだん分かってきた。昔ね、だんだん分かってきましたよ。日本テレビでスーパージョッキってあった。ありました。それにあの竹志軍団が、もうバキバキやられた。あ、そう。その先生。その先生なんですけど。この前出てもらった土上さんもやってもらったとこだよな。土上さんそこ行って結局上からガッと抑え込まれて、肉腹になって両足肉腹で走れなくなったって走れなくなったことある。その先生なんですけども、あ、その先生か。今もう亡くなられてね、いないんですけども、もともとその人は星野さん、星野さんの紹介ですよね。紹介なんですよね、それで、私も何回も行ったんですけども、行ったの何回も、もう頭の先からつま先までバキバキ鳴らすわけですよ。こう人間の体ってこんだけね音が鳴るのか、鳴るのかなっていうぐらい鳴る、すごいんですよ、自分はまだその体の柔らかさっていうのは普通だったんでまだ良かったんですよ、土の江さんは半端なかったからね。そうですよ、土の江さん冷凍マグロって言われてたからね。もうここうやってできませんでしたからね、の電池がね。そうでした、で近藤慎一も硬いんですよ。硬いんだ。あ、それでそこ行ってで1年目の人がやってやった。次の試合、阪神も1安打完封なんですよ。1安打完封したの。2試合続けて完封なわけですよ。じゃあ絶好調だったんだね。それで1年目何勝したかな、ちょっと覚えてないですけど、2年目もまあ良かったわけですよ、2年目7勝したかな、それで2年目終わったオフかな、ここにそこ治療院も行けと、いうことで行ったんですよ。星野さん監督。監督ですか。あ、監督の頃ね、はい。その時にまあいろいろバキバキやって最後に腹ばいになって腹ばいになって手をね、後ろへこうやってこう、持っていくわけですよ。で後ろでね、こうなるんですよね。あ、上の方へ上の方へ持っていかれる、で後ろに乗っていろいろガーッとやって最後の手をこうやってやって今なんだ、まあやるとつくんですけど、こうやってつくだけ、つくんです、こうやって、で近藤慎一硬いからつかなかったんですよ。それを無理やりやったらバキッときた。それで痛めたの。それで痛めたんですよ。結局近藤はそんな長くなかったもんね。そうなんです、それが元で、結局
一応治療も手術もしたのかな。あ、そう。したはずですよ。しましたけど、やっぱり、うん、よくなかった。ダメで。結局短かった、短命でしたね。そうか。だからそれを一般の人はもう全く知らないわけですよ。だからある意味星野さんは、うん、ちょっと俺が俺のせいで、うん、早く壊してしまったなっていう気持ちが強いから、強いんですよ。近藤真一は面倒見ないといけないぞっていう気持ちがあったんだろうね。まあそれはだから運がなかったっていうか、うん、まあいきなりの人のなんていうね、素晴らしい結果残したからね。もうあれで運を使い果たしたかなっていうのね。もういいやつなんですけどもね。そうだね。まあだから今もでもドラゴンズには今ずっとコーチやっているからね。最初スカウトをやってて、うんうん、それでコーチずっと十数年やりましたね。でまた今スカウトもやってますけどもね。まあ何がね幸いするかわからない、うん、あれはかわいそうでしたね。まあだからプレイヤーとしてはそれが結局致命傷になったわけだ、うん、周りからね訴訟を起こせばかなり漏れるぞと漏れるぞと言ったんですけども、やっぱ星野監督の、うん、の紹介だからね、そうはいかないしね。もうやめたんですけどね。あ、なるほど。だ星野さんもちょっとそれは後ろめたさを感じてたんだろうな。そんなことがあったんだ、うん、でも結局はね、長く折れたっていうことかもしれない、うん、まあ結構ドラフト1位でしたからね。ドラ1でしたよ。だから結構面倒見たっていうのもあると思います。だから小松はだから星野さんと本当深いよね。選手同士でも付き合いがあって、そうそう、で選手監督の時にコーチもしてる、選手と監督もやってる、全部やってる。選手と監督もやってるんだ。だから星野さんって魅力のある人だよね、考えたら。そうですね、うん、もう最初もね本当怖かったですけどもね。怖かった。怖いっすよ。僕はね怖いっていう印象がないの、まあ7つ年上なんだけどね、そういう怖さは感じたことなかったんだけど、まあでも思いっきりの人だなっていうのはあったけどね。ちょうど一回りで一回りか、もう最初はねもう声もかけれませんでした。あ、そう。最初に声かけてもらったのが、うん、入って2年目かな、うん、2年目の時に、うん、ちょうど一軍の試合出だして、うん、で広島で、うん、試合前に、うん、おい達今日飯食いくぞ、お開けとけ、うん、あ、分かりました。で広島セラ別館で、セラ別館でしたね。巨人と中日がセラ別館でね、そこへ迎えに来てくれ、車が来たわけです、うん、ベンツが来たわけ、ベンツが来た。で運転してやったのが、うん、山本浩二さんです。浩二さんいや仲良かった、仲良かったですね。あの時いなかったかな、焼肉屋のお父ちゃんのところのさ、富士屋でしょ、富士屋のお父ちゃんのところの、それこそ団地みたいなところで焼肉食ったっていうのは、あそこ知らないですよ。あの時はないね、だからその3人でその富士屋、富士屋ね、行ったのが最初でした、ね、そうか。あそこの焼肉がね、うん、今までいろんなところへ行って食べたけど一番うまい、うまいですね。あそうか、そのお父ちゃんも面白かったけどね、いろんなね変わった肉出してくれて、出してくれたね。最後の雑炊がまた美味しいでしょ。雑炊ね、そうだよ。最初牛の睾丸だとか、脳みそだとか、なんかそういうのもあったよ。子牛のカルビとかね。カルビね、白いんですよね子牛のカルビ。あそう、何回か行ったけどあんまり覚えがない。ホルモンでもね全く違うホルモン出てるんですよ、ね、あそう、あそう、コリッコリでね、あそこはね本当に今までで一番うまいと思いますね。そうか、あの頃はもう千さんとか浩二さんようね一緒に、田淵さんとあの3人は本当仲いいね。仲いいですね、うん、あと富田さんもいたんだけどね。富田さんも、富田さん早く亡くなられたからね、一日来られてね、うん、富田さんによく可愛がってもらいました、あの人はもう僕のね大阪のね、僕が住んでたこの本当のすぐ横のところ、だから多分あそこやったのかとか言ってね、富田さん早く亡くなられてね、で奥さんがね、歌手で、そう、遠く離れて、何だったっけな、遠く離れてで調べると奥さんの名前が出ますんで、歌手でね、はい、どこで店やってましたかね、東京よ、東京のどこだったかな、どこかは覚えてないけど、どっかで店やって、よく連れてくれてね、うんうん、で引退した後、富田さんが今度はビートたけしさんの番組を出てたんですよ。あ、そう、それでビートたけしさん仲良くなって、
ほんでビートたけしさんの店で、あの北の屋でやってた。たけしさん秋田の屋ね、そこよく連れてくる。ほんと、意外とね、やっぱあの芸能関係の人たちとのあのつながりもあるよね、うん、そうですね。じゃあ近藤真一はその一つの治療で、いや一般の人をね、生命をちょっと短くしてしまったっていう話はね、なんか変なことでね、うん、悪くなったじゃなかって思われてる人いると思うんですけども、うん、全く違いますから、うん、そうか、あれは本当に運がなかったというかね、そういうことですね、そういうことです、はい、わかりました、ありがとうございました。